はい、では今回はね、このセム EDX、他にも取れるんですけど、一番安全に使えるのはセムと EDX なので、それの説明します。で、まあこのタイプはかなりいい分解のまで取れます。インコンからどこまでなんだっていう、あ、じゃあいい場合、高い場合です。どこまでなんだっていうことなんですけど、一応500ナノメートルぐらいの直径のものはかなり輪郭持って見えますね。スケールバーが100ナノメートルまで一応いけるったような気がするんですけど、でもう綺麗なサンプルでちゃんと工事が合わせたらもしかしたら50ナノメートルぐらい、粒子見れるかとは思いますが、まあそこら辺、そのあたりですね、まあ安全なところで、200ナノとか300ナノとか500 まあいけると思います。頑張ればね。まあ私は500ナノぐらいがいいかなと思ってますけど、で、これはですね、液体窒素を入れなくて使わなくてもいいタイプのものになってます、で、まあ、今からちょっと今回は、どちらかというと高分解炉で取るための、高軸のアライメントについて特に、丁寧に説明しようかなと思ってます。で、まあそうですね、どちらかと言いますとマニュアルある程度揃ってましてね、特にそんな難しいことはないです。作ってありますよね、動画付きな、動画は今なんですけど、写真付きなって作ってありますんで、そんなに難しくないです。で、まあ特には問題ないですけど、一応やっていきましょう。まずここのところですけど、まずこれがモニ、あの電源ですね、これをオンにすると PC の電源もあります。それでまあ見せてはいけないところまで来るかな。ああ来るかな。来るかな。ちょっと分かんないですね。まあ工事合わせの時だけしっかりやってもいいかなと思ってますけど、今これをやって、ここまで来て。ちょっと待ってくださいね。見てしてたら困るものがちょっとありますね。で、見せていいところまで、ここに上にね、セム EDX って書いてあるやつがあると思います。これですね。これをクリックします。あ、いいですね。ダブルクリックですね。そうすると起動します。見せていいところまでにしときたいですね。頑張ってね。で、まあ、こんな風にして、パスワード入れるんですね。で、終わったら OK を押します。そしたら開きます。で、ちょっと待ってくださいね。もっと画面きれいにしたいですね。しっかり固定しておきたいので、ちょっと固定するんですね。ふぅー、はい、こらショットしっかり固定しましょうかね。特にそう難しいことはないんですが、よくできてますからね、これそう難しくないんですけど、一応動画も残しとこうかなと思います。で、まずこれ立ち上がりですね。今立ち上がってますね。でですね、まあこんなような画面が出てきますね。出てきます。で、こちらにでサンプルをね、輸送します。はい、これちょっと。で、まずどうやるかですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ここ近づいてみますと、こんなふうになってます。ね。エアーとか、オープンとか。まずエアーにします。ね、エアーのボタンを押します。で、まあ、ちょっと戻しましょうかね。やばい情報が映ってないことを祈っておりますけど、ね、皆さん多くの人にね、
はい、じゃあ次ピーってなったらなって、これ色変わってますね、ここがね変わってますね、これがね、なのでこれでいいです。でこれ開けます、こうやって、まあちょっと見てカメラがあるんでやりづらいですけど、ほんとこうやって開ければいいです、こうやって開けられます。そしたらですね、サンプルを設置します。でどういうふうにするかと言いますと、これがサンプルです。もう載ってます。こんな感じなんですか。ね。こんな感じです。で、高さの指定がありますんで、これが、これレベルゲージっていうやつなんですけど、これに引っかからないようになってます。ね。ちょっと画像が悪く、説明が悪い。こんな風になってます。こういう風にね、当たらないようになってます。このレベルゲージの下になるようにしてます。ぶつかっちゃうんでね。もう十分に大丈夫なようにしています、うん、でこれをね設置します。これをね、ここにちょっと見えづらいと思うんですけど、どうすればいいかな、助けてくれ、上げすぎた。まあ自撮りというのはね大変ですね、やはり撮ってくれる人がいてなんとかなる。これでですね、ここにあるので、これをこのままこういう感じで入れて入れます。でそしたらね、この下にロッドの先端にこのロックとかアンロックと書いてありますんで、これを回します。ロックって書いてある方に回します。ロック、うん、そうするとね、これがねちゃんとしっかりとなるんですね、くっついてますね、ね。でこれをですね、また閉じます。もう、いいので、これでまたもう取り戻していくと。ね、でこれを蓋閉じます。で蓋閉じて、蓋を閉じてですね、蓋を閉じて、そして、あ、ごめんなさい、あ、ちょっと、そういう意味は触らないようにして、でエバッキーというボタンを押します。蓋を閉じてエヴァキットを出します、ね。ね、今、しかし点滅してますね。うん、でしっかり刃通し、閉まります。で、これちょっと待ちます。いやー、大変だよ。誰かに取ってもらったら楽なのかもしれないですけどね。これでピーってなりましたね。で点滅も終わってること確認してください。終わってますね、これね、分かりづらいと思うんだけどね。そしたらここシャッターが閉まってます、さっきまで。なのでしますと、シャッター閉まってましたんで、次は点滅止まりましたね。じゃあ次オープンです。ここにシャッターがあるんですけど、これを開けます。ちょっと見てみましょうかね。シャッター閉じてる時は、ね、こんな風になってます。こんな風になってますね。シャッター閉まってますね。今度ね、閉まってますね、シャッターね。じゃあこれ開けますよ。そしたらこんな風に開きます。窓がね、開いてるの分かりますね。いろいろ取っちゃいます。開いてるの分かりますね。ね、開いてますね。じゃあこれをですね、入れます。さてと、これをこのまま入れます。こうやってね、で最後まで入れます。まだここまでじゃなくて、もっとここまで入れます。そしたらアンロックって書いてあるのがこっちなので、こっちの方に回します。アンロックで引きます。そうすると資料がちゃんと残っていく、ちゃんと引きます、ね。で戻らないの確認してください、ね。戻らないの確認、これが戻っていかないのを確認します。どういうことかというと、中途半端にするとこんな風に戻っていっちゃうんです。戻らないようにカチッとなるまでやります。でちゃんと戻らないのも確認してください。で戻らないのも確認しつつ、クローズのボタンがありますので、ここにね、クローズのボタンがありますので、これを押します。
ね。で、いけます。で、これで資料が搬入が一通りできました。じゃあ次ですね、次はですね、操作画面になります。こんな画面がね、出ます。ちょっと見せてはいけないのが出てないから心配です。すごい心配です。すごい心配になります。こんのぐらいで高さにして、で、ズームアップ、あんま上げすぎて分かんなくなるか。こんなもんでいいかな。で、2画面どうせそのうち見るので、ちょっと近づけてみましょうかね。これはなります。うん、 OK ですね。よいしょっと、いい画面をズームアップして、少しずつ、少しずつで、こんなもんでいいでしょう。で、ここで固定と。でですね、こんな感じになりますね。で、次なんですけど、次は、ちょっと私視力が悪くて遠くのものあんまり見えないんですけど、とりあえずですね、この後に減点というのはこちらにありますので、これをします。ここに減点というのがあります。英語の場合はね、ホームって書いてあります。減点きてます。で、移ってきます。で、さっきのやつは1インチでした。板がね、2.54 センチメートルです。1インチ。ね。で、そのうちまた、後から、インチの指定が出てくるんですけど、まあ、これをやってみます。うん。いけましたね。で、ここの点滅が止まるまで待ちます。うん。止まりましたね。そしたら次は設定というボタンを押します。で、今回 EDX 使うので EDX にチェックが入ってます。で、使用サイズは1インチなので今回1インチ使います。で、高さはスタンダードです。さっきのレベルゲージ、こいつですね、こいつ、これに合わせてありましたので、これがスタンダードです。で、これより高くすると、アナライザーに当たじゃなくて、アナライザーじゃないわ、作動排気絞りの BSEいいっていう、検出器がいろんなものにぶつかりますんで、そういうの当たらないようにしなきゃいけないです。そのために必要ですね。で、1インチサイズだったので、それです。で、これで OK です。スタンダードで、ちょっと目が悪いんで痛いな。で、 OK ですね。さて、で、次にですね、分析位置というのがいきます。さっきの設定で、いろんな装置にぶつからないような設定になりました。だから、その次に分析位置を持ってきます。分析位置はこれを押すと、そのサンプルと、焦点位置焦点位置って何、疑問系ない電子の焦点位置が 10mm ぐらいのところになるようにということで なります。移動します、高さが。今動いてますね。レッド値はここにちゃんと出てくると思います。それで、この部分をクリックすればいいです。終わったらね、終わりましたね、止まりましたね。じゃあ、ここをクリックします。ちょっとね、こういうパネルが出てきます。それで、ここを、ここから出せます。このね、上下はね、絶対使わないでください。この上下は、これは使ってはダメです。使ってはダメです。この上下の上下は使ってはダメです。こっちの左側にあるこれで選定してください。選ぶ、ここにあるやつから選ぶ。上下ではダメです。ここではね、一応 20kV 以下の加速電圧を使うってことに名目上なってますんで、最大でも 20kV です。で、電子の侵入深さがいくつかあります。なので、電圧のこのキロボルトが小さいほど電子の侵入深さが浅くなります。
で今回再資料はあの1マイクロメートル以上ありますので、1マイクロメートル以上あるときは、20 0.5 マイクロメートルのときは10で、2.5 マイクロメートル、1マイクロメートルのときが20で、1マイクロ以上あれば20で、0.5 マイクロ以上あれば、10で、0.25 マイクロメートル以上あるときは、5ということです。で今回は十分暑いので、20でいいです。でこうなります。で、一つこうかあの付け加えておくと、この操作とかは全てあのログとして記録されてますんで、あのこのね電圧を間違えてこれ上下で上げて、ね、あの壊した時にはあの正確に言った方がいいです。あの嘘を言ったらもうバレます。どうやって操作したか残ってます。ちゃんとこのブルダウンのとこから15にするとか決めてください、ね、ここにちゃんとありますんでね。これは絶対間違いませんから。でこの30はやらないと、25もやらないと、20とかもやらないと、20必ず確認してから選択する、ね、必ず20いいですね。あ、必ず選択して20を超えない、20までにしてください、うん、でこれでいけますね。でこの後オンをします。オンでもう一回チェックしてくださいよって出ます。で問題ないのでオンします。しましたね。そしたら20キロボルト出てますから、これで画像が見えるはずですね。でこれどうやって操作するかというと、この下のところに、トラッカーボール、これが XYZ と書いたりするところ、でこの下にこの操作盤があります。これね、これです。この操作盤があります。でこの操作盤を操作してやります。とりあえず、これが拡大ですね。でスティグマアーチから使います。でこの XI は基本的に使いません。拡大倍率で、これが、スティグマであのアライメントっていって構築合わせるときに使います。でこっちはフォーカスで、粗いときにはこっち、大きく動かす、小さく動かすときにはこっちで、あとブライトネスとコントラストとかですね。今ちょっとなんかうまい具合に見えてませんね。見えてませんね、うん、ちょっと変えてみましょうか。なんで見えないのかな。ちょっと場所を変えてみてもダメですね。コントラストやブライトネスはどうですかね。コントラストと、なんか見えてきた感じがしますね。コントラストとブライトネスを今変えてます。あ、なんか輪郭が見えてきましたね。あら、これじゃもう無理。何かあるんですけど、うまくちょっとできてませんね。困りましたね。まず低倍率にした方がいいですね。あ、これ高倍率になってましたね。なんてこった。まずですね、ここで倍率を左側に回して低倍率にしてくださいね。それが大事です。でその後にものを見ないといけないんですね。で、あのサンプル入れた方向に対して、これ右側、こちら側にどこに今見てるかっていうのが出てきます。トラッカーボールを動かして今どこら辺見てるかなっていうのが出てきます。ね、見えてますね。
で必ずあれですね、写真撮っといた方がいいですね。どちらの方向に何があるのかね、全く分かんなくなります。事前に写真を撮っておくといいです。でまあこれでちょっとコントラストがあれなのでちょっと変えてみますかね。うん、姿でできてますね、うん、さてではちょっと写真撮ったのでどこに何があるのかちょっと私はチェックします。ちょっと待ってね。でこんな風になるわけですね。まあ基本的にはこんな感じで使っていけば問題はないですね。うん、そうですね。入れていく方向と同じ方向にこれ見えてるはずです。そういう風になってますんで、ね、本体側に入れた方向がこっちになるようになってます。つまり最初に入れる時にはこっちに入れてったんで、それが90度動いた方向にこうなって、こういう風になってるということですね。ということは切り返しておくといいですね。であとはまあこうやって見ていって欲しいのをセーブするということですね。うん、まあこんなもんですかね。あとアライメントをちょっと後からちゃんと説明したいんですね。うん、ああいいですね、いいですね。でマジックペンとかでは書き入れないでください。 それならばですね、カーボンのテープとかにアッコン入れたりとか、分かりやすいこうね、斜めに切って印を入れていくとかですね、今どこが起点なのかなという時に、一部だけ斜めに切って、あ、これ斜めになっているところからどこの部分だって分かるように印つけておくのも手です。油性ペン使うのはダメですね。1回目だけはいいとか言われるところもありますけど、結局ね、有機溶媒で流してしまうとその後揮発することになりますので使わない方がいいです、うん、でまあこうやってやってきます。でアライメントをですねどうするか、まあその前に言うとね、ファインドコースっていうのがこちらにありますね。こちらね、さっきのマグニファイドのこれあれでしたね。でコントラストでこれさっき色変えてました、明るさ変えてました。でこれでファインドコースで画面を鮮明にするということですね。うん、まあこんな感じでなるということですね。じゃあアライメントはまたちょっと私これでちょっとデータをいくつか取っておこうと思いますので、アライメントはまた後で説明することでしょう。